月刊工具。今回は GSI クリオスの、ミスターウェザリングカラーシリーズフィルターリキッドの、紹介をしていきたいと思います。ウェザリングカラーシリーズは、油彩ベースの、塗料です。こちら下地のですね、塗料をこう溶かさない、それが例えば水性ホビーカラーであったりアクリジョンであったり、ミスターカラー、様々な、ベースの塗料を塗った上から、かけても溶けない性質を持っています。中身を取り出してみました。中身はですねこんな感じでかなり薄い感じになっています。で実際に使ってみると、まあ、こう流れ出るぐらい、まあ、要は墨入れと同じ感じの濃度になっていますね。今このモールドのところに筆が当たると塗料がここまで毛細管現象で伝わっていきましたね。こんな感じになっています。まあ、最初にこう塗るだけだとこう表面に全体につくんですが、これをこう拭うと こんな感じでですねちょっと表面にですね赤みがつきます。こんな感じで、まあ、先端の部分だいぶ赤みがこうついたっていうのが見えると思います。でまあ、こうやって、こうなんか1枚こう上にフィルターをかけるような、状況、これフィルタリングっていうんですね。でこちらのフィルタリキッドは、筆についた、余計な塗料などは、こちらのウェザリングカラー専用の薄め液で落とすことができます。そしてですね、模型の表面についたフィルタリキッドもこちらの薄め液でこう取ることができます。ちょっと色が強くつきすぎたなとかそういう時はこれを使うことでこう拭うことができます。ということで今回こちらの戦車の方フィルタリキッドでいろいろやっていきたいと思います。で今回先に用意したのはこちらのシェードブルーですね。まずはよく振って中身を攪拌しておきましょう。こちらの側面につけたいと思います。ダイレクトに腕でどしどしと塗っていってしまいましょう。で、これはもう墨入れもするぐらいの気持ちでいきます。ちょっとこう派手に青くなりましたがこんな感じで乾くのを待ちます。ある程度乾いたので拭っていきます。まずはつきすぎた部分を軽く吸い取る感じで取っていきましょう。大きく取ろうかなっていうところは薄め液を湿らせた筆でこう剥いでいきます。こんな感じで、筆で、全体こうまばらにしたり拭ったりという感じで、色をつけました。反対側と比較してみましょう。まあ、こんな感じでちょっと黄色かったのが、トーンがこう一気に暗色に変わりました。こんな感じで、全体の色をですね変えたりできるんですね。次はですねこちらのグレーズレッドとスポットイエローを混ぜたオレンジ色を作って車体の上面の方を塗っていきたいと思います。
ということで、こちら前後で比較してもらうと分かるんですが、こちらにオレンジ色を塗布して、そしてこうある程度拭った状態にしてみました。こうすると結構、こちら側の緑とこちら側のオレンジで色が違う、対比する感じになると思います。で、まあ、さらに何も塗ってない包丁の部分をかぶせると、こう元の色とこちらのグリーンを塗った色っていうのがまた分かりやすく変異していると思います。ということで、こんな感じで全身、フィルターリキッドを使って色付けをしてみました。こんな感じでですね、下の方とかこう後ろの方はこう影があって、前の方はこう全体的に明るい感じという分け方をしてみました。まあ、全体的にこう境目のあたりはブレンドしたりなんだりと、こう、まあ、とにかく、まあ、いろんな色を使ってこうワシャワシャとやってみると、まあ、意外とこう表面に塗った色、元の色よりこう断然こう色づきがあって、まあ、豊かなこう面を作ることができるといった感じですかね。ということで、フィルターリキッドを使って、模型にいろいろ試してみました。こう各種色をこう上に1枚かけるっていうのが、フィルタリングの用途ですけれども、特定の色にこう引っ張っていくっていう効果であるとか、まあ、他にも、まあ、単純な使い方としてこう墨入れのように使ってみるというのも、こちらのフィルタリキッドは使っていけると思います。なのでですね、こちらの5色使っていろいろ試してみてください。